そうで、奇跡を信じたいと話しています。そして5月31日に自民党が変えなくてはいけないと思って私に一票を投じてくださった県民の皆様、そしてご支援をいただいた皆様の思いが次へつながることを心から願っています。